酸化チタンは、素性式チオに、色量79.9の無機化合物。チタンの酸化物で、二酸化チタンや、単二酸化チタン、およびチタニアとも呼ばれる。天然には、金鉱石、栄水石、万チタン石の主成分として産出する無色の個体で、光電効果を持つ、金属酸化物。屈折率はダイヤモンドよりも高い。結晶構造には、 アナターゼ型、ルチル型、ブルッカイト型がある。アナターゼ型の酸化チタンを摂氏900度以上に加熱すると、ルチル型に転移する。また、ブルッカイトを摂氏650度以上に加熱すると、やはりルチル型に転移する。ルチル型は、最安定構造であるため、一度ルチルに転移すると、低温に戻しても、ルチル型を維持する。酸化チタンは、 復化水素酸、熱能硫酸及び溶油アルカリージオに溶解するが、それ以外の酸、アルカリ、水及び有機溶剤には溶解しない。アナターゼ型のバンドギャップは3.2エブであり、387ナノメートルより単波長の光を吸収すると、値電子体の電子が電動体に冷気され、自由電子と成功を生成する。これはいわゆる光触媒である。 通常、自由電子と成功は、直ちに再結合し、熱に変わる。しかし、この成功の酸化力は、非常に強いため、これら自由電子と成功が例えば水と反応すると、活性酸素種が生成される。活性酸素種の生成は二酸化チタにへの、超音波照射によっても引き起こすことができる。摂氏600度以上では、水素ガスにより、 部分的に還元され、青色のチタンの混ざった酸化物を生成する。ただし酸素に触れると速やかに酸化チタンに戻る。酸化チタンに探知した貴金属触媒を高温で水素還元するとスモーシーを発生しやすい。摂氏900度以上の水素中で還元した場合は、脳性色で不定非素性の酸化チタン t スを生成する。この素性では、 常温常圧で酸素に触れても安定である。不定非素性の酸化チタンは、斜方症系の結晶構造を持ち、熱電変換能を示す。白色の塗料、絵の具、釉薬、化合線用途などの顔料として使われる。塗料の顔料には触媒としての活性の低く、熱安定性等に優れるルチル型が用いられ、チタンジロ、チタニウムホワイトと呼ばれ、高い隠蔽力を持つ。 絵の具として、他の色と混ぜて使った場合、日光に長期間さらされると光触媒の作用によって脱色したり、絵の具が割れてしまったりする場合があるが、この問題を防ぐため無機材料によるコーティングも顔料に施される。また、人体への影響が小さいと考えられているため、食品や医薬品、化粧品の着色料として利用されている。アナタアゼたと、 ルチル型が用いられるが、アナターゼ型の方がバンドギャップが大きく、一般的に光触媒としての活性が高い。387ナノメートルより単波長の光を受けると、水と反応して活性酸素種を生成する性質がある。活性酸素種は非常に強い酸化力を持ち、化学薬品や細菌などに対して分解作用を示す。 酸化チタンを含む壁や床のコーティングは、ブラックライトの照射により殺菌処理できる。酸化チタンの分解剤としての特徴として以下が挙げられる。照射する光強度を制御することで、分解活性を調節することができる。高強度が一定の時、反応速度、すなわち気質に対する作用の強さも一定となる。光のオン・オフ操作で、 その効果を瞬時に変更できる。活性酸素種の寿命は非常に短く、オフ後には直ちに消失して反応系内に残留しない。酸化チタンナノ粒子は、高分子電解質のポリアクリル酸で化学修飾して中性 pH 溶液中に見学させることができる。酵素や抗体タンパク質と結合したパート、酸化チタンナノ粒子を組み合わせて用いる研究が、 ガ治療や水処理への応用を目標として行われている。光を照射すると導電化する性質を利用し、オフセット印刷の観光体として用いられている。観光波長が市外域のため、民室処理が可能である。酸化炎を利用した従来のものよりも耐久性が高く、解像度も高い。個体触媒の単体として用いられる場合がある。 400ナノメートルよりも短波長の光を強く吸収する一方で可視光吸収はないため日焼け止めにも使われる。色素増換太陽電池の開発において増換色素を短時させて可視光線、赤外線を取り込む電極材料として注目されている。イルメナイト鉱石工業的生産では原料にルチル鉱石、または 緩めないと功績が用いられている。主な製造法には、塩素法へ、クロリンメソッドと、硫酸法へ、スルフリックアシッドメソッドの2種類があり、欧米では、塩素法、日本では、硫酸法が主流である。日本では、石原産業、堺化学工業、定価カ、チタン工業、富士チタン工業などが製造している。 アナタアゼ型酸化チタンの2007年の日本、国内生産量は39,071トンである。ルチル型酸化チタンの2007年の日本、国内生産量は206,905トンである。世界保健機関は、発岩性の可能性があると指摘している。特に粉塵に関しては、素水性の微粒子が、肺に与える影響が懸念されている。エルクは、 発言性に関して、グループ3に分類していたが、2006年に、グループ2バイトに変更している。妊娠中のマウスに、皮下注射された酸化チタンナノ粒子が、胎児の未発達な血液脳関門や清掃関門を通過して、脳や清掃に到達し、機能低下を引き起こしたという報告もある。2020年2月18日、欧州連合は、 危険有害化学品の分類、表示、放送に関する規制を取りまとめる CLP 規則において酸化チタンを発癌分類区分2に分類する胸の漢方を交付した。2021年10月1日を適用開始日としており1%を超えて酸化チタンを含有する製品には特定の警告表示及びラベル表示が必要となる。ありがとうございます。